ぎんです。今日のビールは麦の恵みのイオングループのスーパーに売っていて買ってきた。95円で消費税入って102円。それではの今日も一日お疲れ様です。乾杯。飲みやすくて美味しい、ほんま。これなんかどっちかってさっぱりしてる。そう、今日のあてはまずこれ、下仁田ネギ殿様ネギせんべい。この前あの東京行った時にの2日目はのブログの勉強会で、その、 あの同期というかあの同期仲間の清水さんが埼玉県でお土産で持ってきていただいて食べてんけど、一つあのもらってめっちゃ美味しかった。その時は勉強会の前での私もなんかお持ちしたお土産持ってたお土産とかみんなで食レポして、これがなんかもうその時はビール飲まれへんからビールにめっちゃ合うやろうなと思って大切に残しとって、うん、このネギせんべいがこのネギの味と醤油がまあ深いというか、なんとなくなんか味的にはベビースターラーメンやねんけど、ベビースターラーメンと比べ物になれへんネギの濃厚さが、これはビールに合う。こんな感じ、うん、おいしい。硬すぎず、でもこのぐらいの食感がお焦げ食べてるみたいで、うん、これは何個でもいってるけ。で今日の、おかずはあては前作った餃子バーグ、それに今日キムチちょっと余ってたからキムチも混ぜて、で丸めんのがもうめんどくさかったから、なんかフライパンの上に全部ポッて焼いてハンバーグっていうかミートローフというか、なんか全然形があれやってて、ちょっといただきます。うん、うん、やっぱりこの餃子バーグは美味しい。ちょっと形は違うし、今回はの豚のひき肉使ってて、もういつもは鶏むねひき肉やけども、その時たまたまの豚のひき肉安かったから、これだけで豚のひき肉が116円やったっけな。もうちょっとちっちゃいあのパックで、それともやしが19円とニラが2分の1が50円。これでもすごい、もう200円もかかってるかかかってないかって感じで、全部もしか食べられへんかったらもう朝ごはんに、うん、美味しいけど、やっぱりなんかお肉は餃子バーグは鶏むねひき肉がなんか好みかもしれへん。好み。なんか餃子した時はの鶏むねでもしたんかな、
のり餃子はあのやっぱり豚肉のひき肉の方が美味しく感じた。例えば普通の餃子ももちろん豚のあのひき肉で、エビ餃子を作るときはあの鶏むね肉で作ったことあるけども、もうほとんどエビやから、でそのつなぎ目としてあの鶏むね肉入れて、んで概念とかで食べたらめっちゃ美味しい。もうエビ餃子が大好き。うん、すごい食欲が、うん、前の風邪のひいた時の動画でいろいろすごい温かいあのコメントありがとうございます。ほんまにその時はもうちょっとなんかもう微熱なんかな、暑いけどちょっと寒気して、なんか珍しく長袖ユニクロのあのフードついてる長袖着てて、あベッドがすごいもう靴を入れるな、幸せすごい。そうすっかりもう元気になってほんまありがとう。やっぱちょっとなんかその時ダイエットしてて炭水化物が少なすぎて、そのあのまたそっから逆でもう東京行った時も散々食べて、締めにラーメンチャーハン餃子んで、動画で上げさせてもらったやつも締めにカップラーメンビッグとかも、うん、それやけどなんかすごいのがやっぱりダイエット続けてるからもう安定の 7.5 キロぐらいか、少々なんかもうラーメンとか食べても次の日ちょっと抑えたら体重がもうあんま変動せえへんようになってきて、もやっぱりすごい継続やと思った。いただきます。うん、やっぱり私はすごいもうやっぱカップラーメンが好きで毎日食べるわけにいかんから、もうたまにの楽しみということで、なんかブログでも結構今も美容ダイエットちょっとレシピ健康系のあの記事を書いたりしてても、もともとあの美容健康、美容って言ってもなんかおしゃれはあんまりやけど、このお肌のお手入れとかがなんか大好きで、の髪の毛とかもあのメイクアップもあんまりそんな興味がない方で、なんか分かれへんけどお肌のお手入れが好き。あちょっと出てきた、YouTube でチャンネル登録している、ね、猫動画の、小麦ちゃん大豆ちゃんのすごい癒されるもん。後ろ姿やけど気づいた。こうやってリラックスしてくれてたらめっちゃもう幸せや。実はあの昨日はせっかく張り切ってもつ鍋して動画であの撮ってんねんけども、んで
海道生搾りのビールと焼酎飲もうと思いつつ、なんか疲れてたんか、もうビール一本で断念して、あともつ鍋ももう半分も食べられへんくて、ですぐ寝てしまったもん。今日はなんか結構食欲もあってビールも飲める。実はあの昼も朝仕事あれ一段落して、んでちょっと外出外行ってる時にもう大丈夫やからたこ焼きと唐揚げとビールと昼飲みしてきた。うん、これすごい嬉しい。もうお肉はこんだけ飽きて、もやしが大半ですごいボリュームがあるように見えるけど、やっぱりちゃんと作ってるからすごい豪勢な感じが。なんかもう早い、9月も今日は26日やから、1年もほんまっという間。うん、次どうしよっかな。麦の恵みか北海道生搾りか、北海道にしよう。ちょっと麦の恵みはお楽しみで。ごめんねれちゃん。おれちゃんかわいいね。次はこれで、こんばんは。あの向こうのあの筒はベッドも、もうフードを買った時に中でなんか使い棒みたいな感じで、どうしたん？中入る？それではもう一度乾杯。うん、これ美味しかった。あ、清水さんありがとう。あれちゃん、ちょっといつでも出れるようにしとこう。今日はもう締めのラーメンはないと思う。朝からがっつり、もう昨日の残りのもつ鍋で、もつもキャベツたっぷりの、ニラもたっぷりの、ニンニクも、その朝から卵を入れて雑炊にして、それで仕事を行くっちゅうか、えらいこっちゃほんま。これ全部食べてしまいそう、もう食べてしまいそう。でも足りひんかもしれん、
足りへん買ったらサンマもあるし、サンマとあと明太子かしらすか、うん、なんかこの iPhone にちょっとマイクつけたから、 iPhone にマイクつけてからまだ動画アップしてなくてどんな感じか分かれへんけども、のいろいろちょっとテストしてみたらやっぱりマイクつけた方が音の通りがいい。の今まですいません、いろいろ音が小さいからマイクつけたらっていうコメントいただいてて、試してみますって言いながら、なかなか、しかもこのマイク買ったのもだいぶ前やのにうまいことできひんからすごいめんどくさがりで、もうこういうめんどくさがりの性格っていうか、ちょっとずつなかなか治れへんねんけど、これができたから一個ずつなんか良くしていこう、ほんま。噛まれたみたい。あ、ほんとすいません、そうや、なんか朝ごはんの動画とか、なんかちょっとラーメンやらとか短いやつとかたまに、すいません、なんかコメントなんかコメント欄書けへんようにしてるっていうか、そういう風な時すいません、なんか。あ、17分や。あ、すいません、それでは、今日も見ていただきありがとうございます。これちょっと飲んで食べてもう寝そう。それでは。